山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢市駅西新町2丁目にある金沢板金社長、辰野義輝さんにお話を伺いました。義輝さんは金沢生まれ、中学では軟式テニス部、高校卒業後海外留学をしようと英語を学んでいたら、お父さんの親友から、お父さんが仕事を頑張ってきたのは分かっているのかと声をかけられました。そこで義輝さんは留学するのを断念して大学に進み、お父さんの後を継ぐ決心をしました。そのことをお父さんに話すと、人間として成長するために大学に学びに行ってこいと送り出してくれました。大阪経済大学に入り、飲食店でアルバイトをして、いろんな地域から来ている人と出会い、刺激を受けて吸収していきました。今でも当時の仲間と付き合いが続いています。大学卒業後、金沢に戻り、自動車のディーラーで4年間営業として働きました。28歳で金沢板金に入社。金沢板金は1970年創業、今年50周年の節目を迎えます。農家をしながら整備工をしていた義輝さんのおじいさんは、これからの時代は車の時代だと考えていました。そしてお父さんがその願いを叶え、金沢板金を立ち上げました。板金塗装がメインで、整備販売などをしています。車の傷はお客様の心のへこみ、お客様の大切な車を細部にわたり見落としやすい箇所も丁寧に直します。お客様のところにきれいになった車を納めに行くと、喜びいっぱいの笑顔を見ることができるのは最高の幸せです。お客様から感謝の手紙が届くこともあるそうです。車は大事に乗る人にとっては家族や恋人同然、それ以上ですから、きれいに直してくれたりスムーズに動いてくれるのが喜びにつながりますね。これからは自動運転など高度な機能がついた自動車が次々と出てくるので、それに伴って新しい技術を習得し、高性能な機械の整備などを勉強していかないといけないと、金沢板金の2代目辰野義輝さんは熱く語ってくれました。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。